お世話になっております。パルディ博士の助手アルダグでございます。夏、雨の気になる時期になってまいりました。バーチャル YouTuber がお好きな皆さんに関して言えば、雨天の陰鬱な気分にも効く定番といえばもちろん、そう、チャーミングなロボットですね。そこで今回はここ最近話題になったロボットを3点ご紹介いたします。スポット。ロボット界隈の巨匠ボストンダイナミクスが開発したビッグドッグから連なる4足ロボットです。4月の4日から7日にかけてラスベガスにて開催されたアマゾンビ・マーズ2019に出展されたスポット、なんと同イベントで一般販売が予告されてしまいました。おー、欲しい、ぜひ欲しい。会場ではコントローラーの操作をもとに自由に動き回る姿や犬とおもちゃで遊ぶ姿などが見られたようです。ツイッターに上がっている動画も多いですので、ぜひ探してみてください。ヌカボット。某ゲームのプレイヤーの皆さんにはヌカというのが危険な響きに聞こえるかもしれません。ご安心ください。このヌカは米ぬか、お漬物を作るときに使う粉のことです。ヌカボットは漬物のプロフェッショナル、発酵デザイナーの小倉ひらくしと、早稲田大学准教授で起業家としても活動するドミニク・チェン氏の共同開発ロボット。ぬか床の各種状況のモニター、対話機能によってそれを伝えてくれるぬかボット。6月7日に公開された姿では、ニコ玉という目玉を備えたことで日本の妖怪のようなビジュアルになりました。いい感じに醸してくれそうな雰囲気がありますね。そんなヌカボットはなんとこの動画を収録している今日6月6日日曜日15時よりお披露目イベントが開催されるということです。なぜ1日動画投稿を待たなかったのかという感じでありますが、続報いろいろと出てくると思いますので皆さん要チェックでございます。アイガモロボ。日産自動車の技術社員がなんとボランティアで制作したというこのロボット。牧歌的な風景によく似合う田んぼのためのロボットです。水面を自動走行することで底面の泥を攪拌、水を濁らせて雑草の発生を抑えてくれます。見た目にアイガモ成分はほぼないですが、古くからアイガモ農法として活用されてきたアイディアを応用していることからこのネーミングなんですね。 Wi-Fi と GPS で自分の位置を管理、田んぼの中を自由に移動するアイガモロボ。スクリューは稲を傷つけず、かつ泥を飲み込まないよう螺旋形状や速度が工夫されています。構成部品はラズパイほか、材料がほぼ Amazon で買えるという点も驚きですね。2018年6月のプロトタイプテストからあくまでボランティア活動として制作が続けられてきたこのロボット。日産自動車側では販売等の具体的な話はないようですが、将来的には技術提供という形で量産化等も視野に入れているというアイガモロボ。日本の田園風景のごく自然な一要素になる日も意外と近いかもしれません。いやー、どれもチャーミングでしたね。これで今年の梅雨は無事乗り切れそうです。